体喜ぶチャンネル、こんにちは、お元気ですか？管理師の丸尾和樹です。今回はですね、こちらインスタント食品にちょい足しで栄養を整えるっていう話をしたいと思います。まあ、普段からですね、インスタント食品結構食べてますよっていう方だとか、あと今なんと言ってもですね、もう本当に状況がね、これからどうなっていくのかなという感じなんですけど、この動画を撮ってる今日もですね、まあちょうど昨日かな、東京都の方から、まあ、その外出の不要不急の外出を、自粛してくださいというね、この週末ですね、出されてですね、で、まあ、今日スーパー行ってきたんですけども、もうね、お昼の時点ですごい長蛇の列がスーパーに出ていて、みんなその買いだめというかですね、備蓄を、始められているんですよね。でニュースを見ても、もうそのスーパーの棚からインスタント食品とかレトルト食品がどんどん姿を消しているってことでですね、まあ、これからもしかしたらこういったインスタント食品に頼らざるを得ないようなね、状況がやってくるかもしれません。まあ、ただ災害時と違うのはですね、水、電気、ガスというのが使えますので、まあ本当に今後ね、流通がどうなるとかわからないんですけども、まあこう危機的な状況だからといってすぐにインスタント食品買い占めるっていうのもちょっと違うのかもしれませんが、まあ、でもインスタント食品も確かに一つのその食料を確保する手段ではあると思います。で本当にね、気をつけないとですね、まあ今日インスタント食品にちょい足しでっていう話なんですけど、いや本当に気をつけないと、これからもしかしたら体調を崩す方とか、あるいは病気にね、なりやすくなるんじゃないかなっていうふうに僕すごい心配してるんですよ。というのも、まあ、こういったことで食事面が、食事のバランスだとか栄養バランスが乱れることが増える。それに加えて、外出も制限されると運動不足にもなってしまう。で、ここに加えてですね、将来に対する不安だとか、あるいはなんかこうね、気晴らしができない、好きな娯楽ができないとか、ご飯食べに行けないとかですね、そういったことになってくると、もうストレスも測ってくるので、もう食事、運動、ストレスっていうこの病気の三大原因がね、一気にやってくるっていう状況が起きかねませんので、やっぱりこういう時こそですね、足元の食事っていうのをしっかり、見つめ直していただけたらというふうに思います。今日はですね、これインスタント食品にちょい足しで栄養を整えるということでですね、まあ、買いだめというか、その買い占めは良くないですけども、ちょっと食料を備蓄しておこうかなっていう方も多いと思いますので、まあ、その際にもね、参考にしていただけたらというふうに思います。さあ、それでは参りましょう。まずこの不足しやすい栄養素から見ていきたいんですが、どうしてもですね、まあカップ麺とかのインスタント食品ですとか、あるいはレトルトの食品ですね、不足しやすい栄養素がございます。これがビタミン、ミネラル、食物繊維、タンパク質ということでですね、もう6大栄養素の4つがここに集結しちゃいましたよということで、やっぱりこのインスタント食品とかレトルト食品っていうのは、まあカロリーはね、しっかり取れると、そして糖質と脂質が、まあ、多いんですけども、どうしてもその他の栄養素が少なめになりやすい、まあ、全部とは言わないですけども、そういった傾向にあるということがあります。ですので、しっかりとこのビタミン、ミネラル、食物繊維、タンパク質、こういったところを中心にして補っていかないといけない。そうしないと、こういったね、その体の機能が円滑に働く上で必要不可欠な栄養素が足りないなってしまうとですね、やっぱり体の調子崩してしまったりとか、まあ、最悪病気につながってしまったりとかいうことにもなりかねませんので、こういったところをしっかり補充していきましょう。さあ、それでは具体的にですね、ちょい足しに使える食品を見ていきたいと思います。やっぱりこう備蓄というか、まあそのある程度日持ちがするものっていうね、観点で今回選んでみました。まずは乾物ですね。乾物、乾燥させていますので、かなりね、何ヶ月とか、いう形で日持ちがするものになってきます。ここのところでは、例えば海藻ですね、わかめ、カットわかめございますよね。もうお湯に、その入れてですね、つけてすぐに戻って使えるようなわかめですとか、あとは海苔、まあ、これもトッピングで使えますよといったもの。あとは乾燥した野菜ですね、乾燥野菜なんかも売られていますので、こういったものをね、その例えばスープだとか、あるいは、まあ、そのカップ麺とかに一緒に入れて、使うことによって、こういった栄養素が補充できますよと。ただですね、この乾物に関しては、例えば野菜なんかも非常にビタミン多い、
食品になりますけども、乾燥させてしまうとビタミンは減ってしまうんですね。まあ、ビタミンは減ってしまうんですが、ミネラルは、含まれていますし、あと食物繊維も取ることができますので、こういったところ非常に有効に使っていただけるんじゃないかなと思います。あとは、これはちょい足しではないんですが、同じ乾物っていうところではですね、ドライフルーツですね、果物を、乾燥させた、まあ、ドライのプルーンだとか、イチジクだとか、まあ、レーズンとかですね、いろんなものがございますけども、これもね、日持ちがしますし、あとドライフルーツってね、結構砂糖を使っていないもの、まあ、これもちゃんと表示を見ていただきたいんですが、砂糖を使っていないものもありますので、ね、非常に健康的です。ただこれもね、同じようにビタミン C とかは失われてしまっていますので、まあ、これで完全にね、その野菜とか果物の代わりができるわけではありませんが、まあ、こういったものをうまく取り入れるっていうのが一つの方法かなっていうところですね。そして同じ野菜でもですね、冷凍野菜ですね、冷凍した野菜。こちらの方は乾物と違ってですね、ビタミンも非常によく残っています。冷凍野菜ってね、結構栄養豊富というか、まあもちろんその生の野菜の完全の代わりはできないんですけども、かなり栄養素残っていますので、で、冷凍しておけばね、日持ちもしますんで、冷凍野菜を、まあ持っておいてですね、それを解凍して、いろんなまあ、食品、インスタント食品なんかにちょい足ししていくというのは非常にいいかなと思います。こういったところでね、ビタミン、ミネラル、食物繊維といったところが、補えるかなというところですね。さあ、そして最後ね、タンパク質、これも見逃せません。非常に重要な栄養素ですね。タンパク質ですね。タンパク源っていうところでは、まあ、わかりやすいところで言うと卵ですよね。これはあまりその、すごい日持ちがするような食品ではございませんけども、まあ、卵、ゆで卵にしたりだとか、あるいは半熟卵にしたりだとか、あるいはもうそのまま生卵でね、麺の上に乗せてお湯を注ぐなんていうものもありますので、そういったところで、卵でタンパク質を補充する。あとは、魚ですね。魚の缶詰。こちらも日持ちがしますし、魚ね、ぜひ取ってほしいんですよね。まあもちろん加工品とか缶詰とかでもお肉のものあると思いますが、まあやっぱり肉を食べすぎるとね、いろいろこう腸内環境悪くなって、悪くなりやすくなったりとかございますので、ぜひ意識して、まあ魚の方をね、取っていただけたらいいんじゃないかなと思います。で、ここからはまた備蓄というかね、少しこう、ストックしておくような食品になってきますけども、魚の干物ですね。干物もこれ冷凍しておけばかなり日持ちがします。まあ、今日もですね、僕スーパーに行ったってお話ししたんですけども、もう干物をね、買い占めたわけじゃないですけども、ちょっとね、多めに買って、すぐ冷凍しておきました。やっぱり魚ね、不足するとちょっとよくありませんので、しっかり取ろうというところですね。そしてあとは、大豆の加工品ですね。高野豆腐と、乾燥させたね、高野豆腐というのがありますけども、これも日持ちがしますし、タンパク質たっぷり、含んでおります。高野豆腐ですね。あとは湯葉。これ忘れてませんか？湯葉ってね、これ素晴らしいですよ。湯葉もタンパク源になりますし、あとあれも結構ね、お湯に戻してさっと使えるので、カップラーメンに湯葉なんていうね、ちょっとカップラーメンいきなりおしゃれになっちゃいました。なんか上品になっちゃいました、みたいな。京都風のなんか、インスタントラーメンですか、みたいなね、形でですね、湯葉も結構使えますので、これぜひぜひね、忘れられがちな、食品かなと思いますけども、乾燥湯葉なんか売ってますので、ぜひね、活用していただけたらと思います。あとは味噌ですね。こう味噌は、備蓄ね、しておかれるといいかと思います。もう何せね、戦国時代とかはもう米と味噌で日本人は命をつないできましたし、味噌も大豆、タンパク源になりますしね、ぜひ味噌は、しっかりね、作るじゃないね、買っておかれるといいかなと思うんですけど、でもこれ作ってほしいですね。ぜひ今の時期ね、このまだ寒い、時期はですね、味噌を作るのに非常に適した時期になりますし、もう僕ん家はですね、味噌毎年仕込んでますので、もう買いだめする必要がないですね。もう家に何キロっていうもう味噌がありますんで、やっぱこういう時ね、自分で食品作ってると強いなって思うんですよね。もちろん災害に備えて、いろんなものをリュックとかに詰めておくっていうのもいいかと思うんですけど、もう普段から調味料をちゃんとね、味噌を自分で作っておくっていうのは、いざという時にやっぱすごくね、安心できるし、もちろん普段からも体で喜ぶにつながります。健康にもつながりますしね、いろんないい効果がありますんで、ぜひね、この機会に味噌を作られてみてはいかがでしょうか。あとはですね、まあ、プロテインね。
もうサプリメントになってきますけれども、まあこういう時はプロテインっていうサプリメントで補うっていうのも、もちろん普段からもいいですけども、一つの有効な方法なのかなと。で、プロテインも乾物、まあ乾燥させてね、粉末ですので非常にもう日持ちどころかね、腐りようがないようなものですので、プロテインなんかもやっぱりね、いいかなと思います。で、今ちょっとサプリメントの話が出ましたけども、じゃあこういう時サプリメントどうなのというふうに思う方も多いかと思いますので、次回はね、ぜひこう、常に常備しておきたい、常備しておきたいサプリメントってお話も次回していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていただければというふうに思います。まあそういうわけでですね、今回インスタント食品にちょい足しで栄養を整えるということでいろんなねヒントをお伝えいたしました。まあぜひね、すごく難しいかもしれませんが、まあこういう時こそね、過剰に反応せず、あんまりこうパニックを起こすと本当にストレスにもなりますし、なんか常に気が立っていたりだとか、目の前のことに集中できなくなるってことにもなりかねませんので、まあ本当にもう先が読めない中でね、これはすごく難しい困難なことかもしれませんけども、でも毎日のこの今のね、暮らしをしっかり着実にね、粛々と行っていくっていう態度が、非常に望まれるかなと思いますので、ぜひね、一緒に、まあ本当この先ね、どうなるかわかりませんけども、乗り越えて、いきたいと思います。ということで、今回は、こちらね、インスタント食品ちょい足しで栄養を整えるという話題についてお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか？ぜひ、参考になったなという方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら、ごきげんよう。